はい、どうも、うずです。今回はパナソニックのルミックス S5 をお借りして、まぁ、ちょっと私が行く定番のロックハート城というところに、お出かけしてみて、写真と動画を、コンパクトに撮ってきました。まぁ、あんまり長くならないようにね。その撮影の中で気づいたところと、あとは S5 を使った感想というところを今回は、まとめてお話ししたいと思います。まあ、短い動画ですので、そのお出かけした時のロックハート城での映像を、まずはご覧ください。はい、ではこちら、群馬県にあるロックハート城から、今日はちょっと動画の方をお伝えしたいと思います。お城が見えるね、ロックハート城。はい、ここでパナソニックのフルサイズミラーレス S5 と GH5 を使って、どんな感じでね、写真の違いが出るのかというのを、やっていきましょう。恋人の聖地なわけですよ。恋人の。いい雰囲気の場所ですね。マスクしながら登ってくるとちょっと辛いけど、はい、高いところにあっていい景色ですね。ロックハート城が真正面に見える。はい、こんな感じでロックハートが見えて、ちょっとね、60ミリだとこんな感じなんですけど、十分城全体が収まる感じになりますね。いい雰囲気の場所です。さあ、じゃあちょっといつまでも恋人の聖地にね、私がいてもしょうがないんでしょうがないんで降りましょう。戻りましょう。はい、じゃあこちらが S5 フルサイズでの 24mm 価格での映像になります。ちょっと歩き取りしてみましょうか。手持ちでね。はい、こんな感じですね。片手持ちのグリップだからちょっとブレるかな。はい。で、こちらがいつもの GH5 での手撮り撮影になります。手持ちね。背景のボケ具合とか雰囲気が結構変わるんじゃないですかね。S5 とだったら。ね。やっぱり並べて見てみると、フルサイズセンサーの S5 の方が背景のボケが強く感じるところはありますね。立体感が出ますよね。全然ファインダーの見やすさが違う。 S5 の方が圧倒的に見やすい、暗いとこだと。なんか結構手持ちでもいける感じしませんか？ S5 悪くないですよね、横振りだったらね。ちょっと歩き取りの手ブレ補正ってどんな感じで動画で聞くのかも見てみましょうか。はい、これはそのまま歩いてってるところですね。どんな感じだ。悪くないんじゃない？ちっちゃいモニターで見てる分には。はいはい、ちょっと戻りましょうか。はい、こんな感じですね。悪くないよね。うん、悪くないんじゃないかな。全然。いけてるいけてる。いけてるのか。まあちょっとね、動画の方をこう歩き取りしようと思ってもなかなか使えるんじゃないでしょうか。悪くないと思うんですよね。絵作りはね、GH5 より全然好きですね、こっちの方が私は。はい、動画の方はいかがだったでしょうか。使ってみて、この GH5 と S5、マイクロフォーサーズ機とフルサイズ機で、ちょっとね、やってみたんですが、まあ、動画に関しては同じような使い方になりますので、特に困るところもないですし、どちらも優秀な動画撮影機と言えると思います。設定自体もね、まあ、もちろんやれることは多少変わってますが、まあ、ほぼほぼ同じようなことできますので、まあ、ただ動画の中で言っていたように、ファインダーのドット数は GH5 の方が高いんですよ。高性能なんですよ。ただ、暗いところで撮影するときに GH5 ってファインダー覗いてるとノイズ感がすごい出るんですよ。これ前から思ってたことなんですが、それが S5 はほとんど感じられなかったので、そういった意味ではファインダーの性能って向上してるんかなって感じました。まあ、カタログで見るスペック上だとね、GH5 の方が上に見えるので、そのあたりがね、ちょっと面白いところだったんですけど、実際体験してみて。はい。で、あとは写真の方なんですけれども、ちょっと写真のお話も。はい。まず写真に関してなんですけれども、これはロックハート城の中に、
サンタさんがね、いっぱいこう置かれてる部屋があるんですよ。で、そこの中で、ここ自由に写真を撮れるね、前に椅子があって記念撮影ができるところなんですけど、ここで GH5 と S5 で 24mm の画角で6分の1秒シャッター F4 で撮影してみました。6分の1秒シャッターなので、手ブレ補正をね、活かさないとかなりブレてしまうようなシーンだったんですが、ここの部分での写真の違いなんですけれども、ちょっとね、拡大すると分かりやすいよね。はい、サンタさんのところとか見ても若干ね S5 の方が暗くなってしまってますが、解像感はやっぱり S5 の方がいいですよね。よく見えます。で、手ブレ補正に関しても GH5 も本来は優秀なんですが、若干ブレを感じるところがあって、 S5 の方がしっかりとブレなしで撮れてるっていうのが分かります。拡大するとね、まあ、ちょっとワンちゃんのところなんかね、ちょっとブレが出ちゃってる感じになってますし、はい、なので、まあ、手ブレ補正解像感に関しては S5 の方が好印象ですね。まあ、ホワイトバランスとかね、そういったものも基本合わせたつもりだったんですけど、ちょっと色味はね、やはり変わってしまうんですね。はい、まあ、色はね、後から調整どうにもできますからね。はい、次は表に出てベンチにカメラを置いて建物を撮影してみたんですが、これはハイレゾモードで撮影した写真なんです。右側のところの数字見てもらうと分かりやすいと思うんですけども、12000×8000 ということで、96メガですね。9600万画素という画質になっています。なので拡大しても、かなり解像度が高い写真になってると思います。で、この写真を、じゃあ、ハイレゾモードで撮ってない写真はどうなのかというと、しっかりあるんですよ、ここに。はい。ちょっとこれで見た感じだと分からないですよね。パッと切り替えても。はい。これが今同じ拡大をした倍率の、通常の24メガ相当の画質になってます。これ並べてみると分かりやすいんですよ。はい、左側が通常の24メガの写真、右側がハイレゾモードを使った96メガの写真、これをですね、じゃあちょっと拡大してみるとどんな感じになるのか、このあたりかな、このあたり拡大してみましょうか。ポンと、はい、そうするとこれだけの大きさの差になるわけですね。で、今回のこのハイレゾモードに関してはモード1というものを利用しまして、モード1というのは被写体ブレが残像のように見えるというものになっていまして、人がもしここの場所を歩いてたとすると8枚合成の中のその人が動いてるようなね、ブレがある映像になるんですよ。で、モード2というのを利用すると、ここに人が歩いてた場合、その人の動き一点を止めた写真が出来上がるわけなので、その部分だけ解像度が通常の24メガになってるというものになります。ちょっと複雑なんですけどね。そういうモード1、モード2って選べるのがこのハイレゾモードのまた面白い撮影になるので、パナソニックのハイレゾモード付きのカメラを買われた方はぜひね、ハイレゾモードっていろいろ遊んでいただきたいと思います。本当にすごいね、画素数上がりますんで楽しいですよ。まあ、ただ基本三脚に固定して撮影するのがパナソニックの方のハイレゾモードなので、その辺は手持ち撮影だとブレます。はい、で、次の写真は机に置いてあるチェキですね、撮影したものなんですけれども、まあ、やっぱり同じ F5.6 の絞りで撮るとこんな感じで雰囲気は全然違います。フルサイズセンサーのカメラと比べてみて、まあ、もちろんセンサーがマイクロフォーサーズとフルサイズなので F 値の考え方も変わってはくるんですが、まあ、あくまで今回数字を合わしたという形で、数値ですね、数値で合わしたというだけでの写真なんですけれども、まあ、背景のボケをコントロールしやすいのはフルサイズ機っていう形になりますね。マイクロフォーサーズはね、よっぽど明るいレンズを搭載してないと、こういった撮影での立体感っていうのは薄くなってしまいますので、必ずしもぼかした写真やぼかした映像っていうのがいいというものではないんですが、シーンに応じて。ただ、最大のボケを得るときにフルサイズセンサーだったら、こういった差をつけられるっていうのはやはり一つのメリットになってるとは思います。はい。で、今の話ではフルサイズセンサーを搭載した S5。そう、ボケを利用した撮影なんかだったらやっぱりすごいなっていうところを話した感じなんですが、まあ、ただそれでも動画機としてはマイクロフォーサーズの GH シリーズ、こっちの方がいいよっていう声もあるわけで。まあ難しい判断になりますよね、この辺はね。まあただソニーを筆頭としてフルサイズセンサーでのものづくり、写真映像を作ってる方が増えてるっていうのも実際ですので、まあそのあたりに関しては自分がね思ってる作りたい絵作りっていうのに対して最適なものを選ばれればいいと思います。フルサイズが必ずいいっていうわけでもないと思いますし、ただ画素数とのバランスによっての高感度撮影、そこに関してもやっぱ GH5 より S5 の方が余力がありますので、ノイズが乗りにくいので、GH5 はどうしてもね、夜間での撮影とか行うときに感度を上げての撮影なんかになるとどうしてもノイズがどんどん増えていってしまいますので、
そういったところでも映像にこだわってカラーグレーディングまで行ってとか、そういうことをされる方はフルサイズセンサーに自然と行ってしまうかなと思います。そういった利点は大いにあるカメラになってます。はい、といったところで今回の S5 のちょっと使ってみたよという話の動画は区切りたいと思います。ちょっとまだね、余裕があったら返すまでにもうちょっと写真撮ってみて、娘の撮影とかやったりして、そのあたりのお話も後ほどできればなと思います。はい、今回は撮影してたカメラはソニーです。こう出した時にすぐにピントがこっち合ってくれるし、顔にピントもね、すぐ合わせてくれるし、なんで最後 ZV-1 の褒める動画になっちゃったよ。はい、こんな感じですね。本当にそのままただ ZV-1 を乗っけただけですね。外部マイクすら使ってないっていうね。はい、これで撮れちゃうからすごい簡単だよね。いいよね、 ZV-1。 はい、自分が所持してるカメラの自己満トークをこのぐらいにしといて、今回の S5 の動画いかがだったでしょうか。もっとね、いろいろこんなこと試してほしい、あんなこと試してほしい、これ聞きたいっていうこともたくさんある方いらっしゃると思うんですが、すいません、ちょっと限られた時間の中でやらせていただいてます。今回の動画を面白く見れたなっていう方はぜひ高評価、あとはカメラ関係の話は定番としてちょくちょくやってるチャンネルになりますので、好きな方はチャンネル登録してみていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。ZV-1 で撮り続けてもいいんだけどね、私の商品紹介動画だったらね。ただ接写が弱いんですよね、 ZV-1 接写苦手なんですよ。だからちょっと使いにくいところがある。またソニーの話になっちゃった。終わり。